髪の短さでしょ切っちゃったじゃーん切っただけでも褒めてくれるこのアトリエスタッフの温かさ。いや久しぶりですね。ずいぶん久しぶりにコメントも見ちゃおう。なんかねすごい切りすぎちゃったと思ってすごい緊張したんですよ。はあ、お久しぶり。あ花澤さんっぽいって書いてくれてる。今日のテーマは花澤香菜さんになりたいっていう。おメイクさんにね髪の毛切りすぎちゃってどうにもこうにも可愛くならないんですって、どうにかしてほしいんです、私花澤香菜さんみたいになりたいってお願いして、花澤香菜さんを意識した髪型もう恐れ多い本当に。私花澤香菜さんに現場で初めてお会いして、いやお芝居とかね近くで見させてもらって、もうすごい素敵だなって思って、その時からもう花澤香菜さんラブが強くなっちゃって、写真集買いましたからね。本当にどうやったら花澤さんみたいな素敵なお芝居ができるんだろうと思って、全部知りたいと思ってで曲とかもねアルバムとかも買って、初めてこれ言うんですけど本当にこれだけは花澤さん本人には絶対バレちゃいけないと思って、ね、絶対ダメだと思って隠してたんですよ。でもひょんなことからバレてしまったというか、そういう話になってしまってご本人にね伝わってしまったっていう、そんなエピソードがゴジラアニメーション映画でね、ゴジラやらせて担当させていただいたんですけど、その時にねイベントで花澤さんとお会いしてそんな話になってみたいなそんなエピソードがありますよ。まあまあいいんです、私が髪を切ったっていうのはね、まあいいんですよ、そんな本当申し訳ない、本当に申し訳ない、かなさんに申し訳ない、生きててごめんなさい本当に。あー